はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今回もバイオハザード HD リマスター始めていこうと思います。前回この扉調べた時に剣の鍵やったんよね。持ってへんかったから開けれへんかったけど、これでいけるようになりました。ただここ地図を見ると、あ、え、あ、バリ、おー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 、ジルか、手がかりは見つかったか。腐った奴らが歩き回ってる以外ないわ。ここも安全とは言えんな。結局脱出経路を確保しといた方がいいだろ。なんか気になること。裏口があるはずだ。じゃあまた別れて探す。なーん、おい、ちょっと待て、これを見つけたんだ。何？ん？硫酸なんだ。これがあれば腐った奴らも真っ青だ。硫酸だ。え、必要にならなきゃいいが。え、でもおじちゃん硫酸弾を取りました。あ、もうアイテムいっぱいになっちゃった。でもあなたは？心配するな。俺にはこの相棒がいるからな。それ強かったな。なるほどね。それじゃあありがたくもらっとく。じゃあな。またね。え、またねちゃうねんって。なんか新宿で別れた時みたいな、またなみたいな軽い感じやったけど。え、そんな、持ち物いっぱいになっちゃった。ちょっと用心しすぎな持ち物かな。怖くてこんだけ持ってきちゃってんやけど。早速いっぱいになっちゃった。え、これはこのまんま使えんの？投げるだけ？なんかこう、ショットガンみたいにさ、なんか必要ってわけじゃなくて。グレネ、でもグレネードランチャーいるんじゃん。グレネード用の弾薬だ。弾頭に硫酸が入っている。え、グレネードランチャーっていう武器あるやんな。これを飛ばすため、あれ、投げるだけでもいいの？え、あとさ、バリーなんかちょっと気になることがあってなって前助けてくれた時に言ったけど、その辺の情報交換しとかんでいいん？で、これホールやんな。結局帰ってきただけになっちゃった。うん、おー、え、ちょっとさ、持ち物整理してきていい？ちょっと硫酸弾置いてこよう。え、でも硫酸弾置いてくんのもあれかな。わざわざおじちゃん、あ、ちょおじちゃんが渡してくれたってことは、この先硫酸弾使う何かこうギミックがあったり、もしくはなんか硫酸弾を使わないと倒せへんような、なんかいたりするかな。銃じゃ無謀？ショットガンでもあるしな。ショットガンを置いて硫酸弾持ってく。もう剣の鍵はいらんかな。まあ、また見つか、また使うようなところがあったらまた戻ってこればいいか。とりあえずこれで行ってみよう。でも行ってみようって言ってもな、またロビー、ホール、ホール、ロビーに戻れるようになっただけで、でもあっち側にも剣の鍵使って行ける場所あるっけ。何、え、ゾンビ、ここカラスの死骸あったとこ。え、このカラスの仲間？え、この死骸を解放してあげたい。別にジル、カラスに向かって、いや、でもカラスに向かってなんか銃撃とうとするな。でも大丈夫やんな？襲ってこうへんよな。え、これ出してあげた方がいいんちゃうん、ジル。もう亡くなってるとはいえ、開けてあげたらなんか感謝されたりしんひん？どうしようもない、どうしようもないっぽいけど。うん。え、前はカラスなんていいひんかったのに。え、てかこんなに暗かったっけ、ここ。暗さは変わってないか。うわ、窓怖っ。え、どこ行けばいいんやろう。なんか見落としてるんやろうな。
どこも行けへんなんてことないはずやから。ちょっと、おー、ちょっと、もうちょっとうる、あー、ここか。もうちょっとうろついてみよう。そういえば、このケネスが持ってた、何だっけ、GoPro じゃないけど、ビデオとかも見れてないな。どっかで見れるんやろうけど。エンブレムを取りますか。はい。あんな結構大きめやな、エンブレムって。エンブレムのあったくぼみがある。なんで取ろうと思った、ジル。なんかいりそうって思ったん。前から取れたんかな。そっか、なんか暖炉あったかそうやなって近づいただけやってんやけど、収穫はあったな。懐かしい、ここ。もう懐かしくなっちゃってる。ここが最初の拠点やったからな。でもエンブレムね。エンブレムもまたなんか使えそうな感じ。二人が差し違えるとき、運命は開く。ん？差してるけど。あ、相打ちになった騎士の絵がある。短剣は胴体を。長剣は頭部を貫いている。ん？これわざわざこうやってしっかり見せるってことは、なんか謎解きに必要なんやろうな。相打ち。これ相打ち？頭の人は確実に死んでるやろうけど。なあ。これ緑の人の勝ちちゃうん。お腹は、急所外れてる可能性あんで。胸やったらわかるけど。これさ、二人が差し違えるとき。え、これなんかこれとこれ。短剣と長剣って、短身長身じゃないん。なんかこの時計、赤と緑の色分けされてる部分もありそうやし。後々使うんかな？今はどうしようもなさそう？まさかここにエンブレム使ったりもしーひんやろ？うん。そうやな。位置の問題とかでもないよな。ゾンビ回すときに、位置の問題あったから。まあまあ、あ、おー、結構な雷やな。あ、ちょっともうちょっとうろついてみるか。そういえば、ロビーからこっち、下の方って行ってないよな。まだ、え？あ、こっちか。あ、これ、このエレベーター？エレベーター？あ？誰か先客がいる！扉の奥に何かいるのだろうか？いるやろ！いるからこんな！少なくともなんか機械音とかじゃなくて絶対生物の声やん。女の人っぽかったけど。え？え、あ、これ上の階段？え？ジル、構え。あ、あ、繋がってんねや。こっち側か。ロビーの反対側に出てきた。後々あの下、うめき声があったとこも行かなあかんの？おぉ！ちょっと慣れてきたかな？言うほど怖くないやんとかいうレベルでちょっと余裕出てきたところやったけど、あそこへ後々行かなあかんのだいぶ辛いな。こっちは行けたんやっけ？ああ、そうか。あったあった。進展がありました。ここが剣の鍵やったからさ。剣の鍵って言えばいいんか、剣の鍵って言えばいいんか、ふわふわしてるな。え？この鍵はもう必要なさそうだ。捨てますか？なんでそんなんジールわかるん？今まで絶対他にも使う場所あるから持っとこうって捨ててんかっただけなん？こういうお知らせしてくれんねや。え、もういらん、これ信じていいんやんな。さすがにこれで捨てさせといて、やっぱり必要だった、なんてことにはならへん。え、なんかちょっと雰囲気違うくない？そっか、鍵はそういうお知らせがあるまでは持っといた方が良さそうやな。よかった。2個も開いた。1個しか開いてへんかったんやけど、さっきまで。え、で、声するやん。いるやん。
結構長い廊下やな。マップでは鍵かかってるとこばっかりやけど、こっち側から開けれる鍵の可能性もあるから一回は。あ、お、あ、え、キーピックを使った。うちエンブレムはめるんかなって今思ってんやけど、そこ、え、入れちゃうやん、入れちゃうやん。そう、こうやって、ちょっと今どこ入る一回入ろう。え、でもなんか入ったら良くなさそうな雰囲気してる扉や。え、え、あ、外ですね。あ、ここって洋館なんか西テラスのどこかで犬笛をどうだこうだっていう話、ここ。とりあえずちょっと探索だけしようか。え、これグリーンハーブ？緑色のハーブが生い茂っている。いつものと違うの？今は使う必要はないようだ。今は？水たまりか。びっくりした。大丈夫？2階のこういうテラスには、あ、え、この家、この画角家、このベランダには犬いひんか。この下にはいるかもしれへんけど。え、このステンドグラスがある。中央にある模様が魔女のようにも見える。え、うちには花のように見えるけど、ジルの角度から見たらそう見えんの？で、え、今どんこする場所じゃないんかな。え、結構先ある。こんなちょっとバーベキューするのに良さそうな、テラス的な感じになってたもんな。大丈夫？これは？あ、あ、おお、びっくりした。でもなんかひとまず今は危険じゃなさそう。うん。でもあんまりドタドタしたら犬が来るかもしれへん。でもなんもなさそうか？今、うん。あ、でも扉ある。鍵かかってて、鍵かかっててくれ。え、虫の声、音は嫌やけど。あ、鍵開けた。こっち側から開くタイプ。そこの窓は、あ、別に調べる感じじゃないか。なんかな、窓ありそうやから調べられそうやけど。この先は、あ、この先またロビーの2階。あー、なんかそういえば反対側から鍵がかかっているっていう場所あったか。まあ分かってれば出へんくてもいいんやけど。なるほどね、ここに繋がるんか。あー、新しいとこ探索するのめっちゃ体力使うな。ひとまず何にもなくてよかったけど、とりあえず今は大丈夫そうだな。このまま突っ切ることもできる。ふん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 。え、犬笛吹くところかな、ここ。なんかそんなんあったよな。ファイルの大食堂2階の西テラス、うん、ここのことやんな。なんかこのメモの背景っぽいのもここっぽいし。まあちょっと待って、やるこ、ここでやることは分かったけど、とりあえずこの先をもうちょっと探索しよう。でなんかおるんよな。声はするけど、お、ここにはいい日のか。特に調べられそうなものはない。階段もある。階段、こっちにいんの？こっちにいそうやな。一応見とく。あ、おお、ちょ、こっち行こう。え、でもこんな逃げるように生きて大丈夫か。この先にやっているかもしれへん。うわ、びっくりした。え、どうする、どうする。待って、わ、ナイフ使っちゃった、ナイフ使っちゃった。やる？やらんくてもいいか。来光に浮かぶ館の絵だ。館の絵いっぱいあんな。結構館金、あ、ちょっと待って、この雰囲気も嫌。犬、あー、中には清掃用品しか入っていない。あんな立派な壺も飾ったのに、かすかに異臭がする。匂わんでいいって。でも行くしかない、行くしかない。犬、あ、来ない。でも鍵がかかっている。鎧の紋章、あ、持ってない、こっちは。あ、キーピック、
ゴー。ひとまず逃げられた。中大丈夫？灯油もある。灯油と？ん？あ、お壊れたショットガン。え？ちょっと待って、他にもなんか有用そうなものあるから。これはバッテリーパック。え、これは大事そう。壊れたショットガン、壊れてないショットガン持ってるから、とりあえずこっちの方が優先度高いやんな。であと灯油。おう灯油もある。灯油はまだ十分にも、残ってるけど、まだ補充する必要もない。そのはしごは登れへんの？登れなさそう。他は？やった！インクリボンって1回に3つももらえんの？でもそんなもんか？ここ地図的にはこの、その小部屋か。ここから先は、あれ？隣の部屋。あれ？隣の部屋って調べたっけ？入ってなさそうやな、マップ的に。ここはこんなもん？ちょっとそこのゾンビやるべきか？やらずに済むならこのまんまスススッと行きたいところやけど。ちょっと待って、一旦出て様子を見よう。どう、ちょっとぐるっと回る必要があんのやな、部屋。あ、でもゾンビまた散ってくれた。いいひんくなっちゃったなーって。あ、散ってくれてそうやん。あ、帰ってる。あ、バレる。そう、お帰りになって。帰った。一人帰ったよな。もう一人、うちの入りたい部屋の前とかにいるかな。ほっ、ん、あれ、死んでるやん。あれ、なんで？助かるけど死んだふりしてるだけ。後でびっくりさせてやろうって思ってる。あ、やったー、セーフルーム2個目や。使い古しのベッドだ。え、ジル、ちょっと仮眠取れそうやで。ここならジルにとっては分からへんが、ここが安全な部屋かどうかなんて。タイプライターもあるやん。ちょっと待って、この部屋もうちょっと調べよう。ベッドがあって、何かの結晶が置かれている。毒々しい色をしたものが多い。結晶ね。へえ、薬品庫みたいな感じ。見たこともない錠剤や飲み薬がある。うん、薬が充実してそうやな。多くのものが変色している。でもなんかしっかり管理されへんようになってもうだいぶ経ってそうわな。ほんでこっちのテーブルはタイプライターがあるだけ。古いタイプライターだ、調査場。ちょっと待って、そのタイプライター以外はもう調べられるもんなさそうなん？なんかカルデじゃないけどファイルあったり本もあったりして気になるけど、その壁の貼ってあるやつは？あ、タイプライターに座れるから調べる感じのやつじゃないんか。この部屋はこんなもん。あとアイテムボックスって、あ、共通なんや、よかった。なんかそれぞれのアイテムボックスで独立してる可能性あるなって思っててんやけど。あ、じゃあちょっとセーブしよう。あ、でもどうせならちょっと持ち物整理してからにしようか。あー、でもどうせならここセーフルームやから、この先にいるゾンビを倒して綺麗さっぱりにしてからインクリボン使おう。そうしよう。ちょっとこいつ燃やそう。こいつ死んだふりして、あ、え、スタンガン？いつの間に。あ、バッテリーパック取ったから。ジルはスタンガン持ってたけど、もともとバッテリー切れてたって感じなんかな。へえ、そういえばバッテリーパック持ってないわ。そっかそっか、やった。なんかスタンガンの方が良さそうやんな。ほんでこれ燃やそう。あ、でもなんか来てる。ちょっと逃げて。ジル構え、撃て。あ、ちょっと逃げま
ましょうね。で、で、で、頭狙う？あ、ちょっと、上すぎ。ジル、頑張って、頭狙って。よし、もうちょっと。まだ？はぁ、ちょっと待って、距離取りましょうね。あ、でもここ、この画角は良くない。ちょっと、ジル、ジル、ジル。ちょっと、どっち、あ、こっちに。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。やった、やりました。で、もしかしたら起き上がってくるかもしれへんけど、こう倒れてる隙に、あ、ちょっとダメですか。いやって言われた。ちょっと、はい。はあ、もやそう。はあ、一苦労やな。よし、はあ、これで。え、でもなんか声する。しひん、今声したよな、あーんって。この何の絵、どこ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 、そいつもやってからにしよう。こっち、こっちからする。え、ん、声はするやん。あれ、どこからしてんの声。気にしやんでいいんかな。別にこん中にいるわけじゃないか。あ、セーフルームじゃなくてここにどういうか。うん、どうせなら取っとこう。うん、この部屋はほんまにこんだけか。え、じゃあもう一応これ取っとくか。セーフルームで、セーフルームのアイテムボックスに入れときゃいいし。え、ゾンビの声すんねんけどな。声しかしーひんぞ。もうしーひん？あ、もう声しーひんな、でも。え、気のせいやったんかな？木箱が置かれている。血痕が飛び散っている。え、ここでなんかあった？クリスがなんか叩く、やっぱ声するって。2階か！この階段の上か。あ、じゃあ気にしんで良さそう。いや、気にした方がいいかもしれへんけど。とりあえず、このセーフルームがあるこのフロアは、クリアになったので、よしよし、ショットガン預けて、ふぅ、よし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 。これでここまではセーブできたから、あー、ちょっと、気持ちが楽になるな。よし。じゃあどうする。このフロアはもう鎧の鍵が手に入るまではこの先行けなさそうやから、このあれ、この階段ってどこに繋がってんのやったっけ。上ゾンビいるんよな。うわーって言うやろ。うんうん、足音するする。あ、こっちから来たんや。で、こっち、おおおお、あー、ちょっと近く、え、弱っ弱っ。たまたま当たりどころが良かった。ああ、まだ生きてる。撃って撃って撃って、ファイン、頑張れジル、ファイン、上狙う。もうまだ、よし。ああ、ほんまギリギリ手前まで来たらさ、この構えて上にしたら頭ドスンっていけそうやけど、そこまで近づけさせてたらもう噛まれちゃうよな。え、どうする、燃やしとく。こいつも一応この道ではあるし、セーフルームまでのあんまり無駄遣い、どんくらい使っていいんやろうな。まあまあ、まだ灯油のボトルタンク余裕はいろんなところありそうやったし、いいやろ、安全第一、ジロの命がかかってるもん。で、ここは鍵がかかっている。あー、兜ね。ふぅ、この先は、この先も一応鍵かかってそう。あ、こっち側から開けれるタイプ。え、どこ見れる。あ、でも行ったことある場所か。行ったことある廊下や。あー、てかジルも結構自由にさ、あっちこっち。あー、ここね、鏡大好きおじちゃんいた場所。ゾン、おじちゃんというかゾンビやけど。はい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 。こいつもな、怖いねんな。
いつか起き上がりそうやんな。え、燃やす？いやでもあんまりこんなめっちゃ通る場所でもないしな。あ、この先ってなんだっけ。あ、ここはあかんあかん、ここはまだ今来てもあかんわ。でも あれあの絶対死にますトラップどうやって回避すんのやろ。後々はあそこにあった鍵も絶対に取らなあかんと思うねんやけど。で、これからどうする。別に新しい鍵手に入れた、ああカラスのとこかわけでもなし。え、ここ窓開いてたっけ。あ、窓開いてたからカラスが入ってきたんかな。別にカラスが入ってきただけで進展はないよな。さっきとも変わってへんよな特に。うんうんうん、またなんかちょっとうろつくか。なんかエンブレムとか青い宝石とかその辺を使ってどうにかこうにかすんのかな。そういえばこの先の厨房のハンドガンの弾、マガジン取っとこう。火のついてない暖炉がある。あれ前もこんな言われ方したっけ。なんか湿気てる薪がとかじゃなかった。あれ気のせいかな。ライターでついたりする。あ、つくやん。自分で使うってしなあかん時とそうじゃない時あるんや。勝手に使ってくれるとは限らへんのやな。レリーフに掘られたら、ん？レリーフに掘られたラインが熱で赤く浮かび上がっている。え？なになに？レリーフに、あ、なにその地図の絵のこと？ん？その本は？え？どういうこと？レリーフに掘られたラインが熱で赤く浮かび上がっている。熱でというか火の照り返しじゃなくて、え、あちあちになってるってこと？ん？なんやこれ。でも地図これ一回、あ、ごめんなごめんな、カメラの切り替えがえ、これ一回の地図かなって思っててんやけど。あ、い、ん？でもな、あのなんか右下のさテラスっぽい部分、これでいうこの左下？え、反転してるやん。2階の地図か。1階の地図は手に入れたけど2階の地図の反転してる状態があちあちで輝いてんの？え？なんかよく分からへんな。やっぱ犬笛使うしかないんかな。もう犬笛を使わないと進めないっていう感じか。まあ、さっきのその地図のやつも分からへんけど2階の地図手に入れるなんかの仕組みなんやろうな。そういえば壊れたショットガンをしっかりと調べてなかったな。結構調べて新しい発見あったりするもんな。壊れていて銃としては使えない、別の使い方があるのだろうか。え、なんでそんな発想すんのジル。普通壊れてるなーで終わるけど、なんかに使える？結構サビサビやな。ほんで、え、でもなんかそれ以上のことは今は別にって感じか。なんかと組み合わせたりすんのかな。あとちょっと地図これかな。あ、使うちゃうわこれな。木でできた台紙これをあそこに、いや、べちゃってするとか焦げつくとかかな。で、犬笛ね。犬笛も調べてなかった。人間には聞こえない音域の音を出して飼い犬を呼ぶ笛だ。呼ぶねー。まあ、とりあえず壊れたショットガンをしまって、これ合ってるかな。
これで、あ、使うって死んでも勝手に使うか。レリーフに掘られたラインが熱で赤く浮かび上がっている。あ、でもそっか、なんか地図みたいにあってもなくてもいい系はこっちがこう積極的になんか使ってったりしひんと手に、あ、なんでそうしようと思ったまあこうやろうなとは思ったけど。洋館2階の地図がある、取りますか。はあ、なるほど。え、これ何のための仕組み。でももうこうやって使う専用のさ仕掛けやん。なんでこれ作ろうと思ったん、この仕組み。やったー、でもラッキー。いろいろ迷ったから気づけたことやな。はい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 。まあでも、うん、地図を見るとそれこそもう今行けるところは行った感あるな。そんなことない。うん、あー、犬笛や、これは犬笛。あ、こっちちゃうわ。あー、地図が見つかって、あの木の板の使い道が一つ解決したのは良かったけど。犬笛できっと新しい鍵が手に入ると見た。そこまでやって今回のパート終わろうかな。はあ、犬笛ってどこで使うんやったっけ。そやそや、ここここ、この先。はあ、まあ、地図手に入れたとかいう進展はあったけど、それ以外そこまで進展してへんよな。最悪犬に食い殺されてもやり直すのは地図ぐらいやんな。あれ、違う。え、どこで吹けばいいの。もうここ、こ、テラスで吹けって言ってたから、このいかにもなこの広場っぽいここで使えばいいの。あ、ちょっと待って、あ、違います。あ、違います。組み合わせで、よし、一応スタンガンもあるしやるか。使う、犬笛を吹いた。で、で、ん、あ、来た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 。あ、でもなかなか光ってる。ちょっと待って待って待って、来た来た、あ、ちょっと待って、あ、やる。スタンガンでそんな、そんな、はい、はい、よし、あ、ごめんな、やった。あ、でも待って、来た、ゾンビやってるわけじゃないから、まあまあそれは人型ゾンビもそうやねんやけど、あー、首輪を取ります。で、この首輪になんか大事なもんがあるんやろな。メモでこいつを隠し場所にしときゃなんとかなるやろっていうあれやったもんな。高そうな首輪、特注品ちゃんこれな。なんかエンブレムあんで、え、スイッチ、はい、あ、そういう、あ、でもなんか鍵ちゃう、てっきり鍵やと思ってたけど、キーアイテムか。首輪の中にコインが隠されていた。コイン、コインっていう感じもしーひんけど、え、うわ、え、鍵やった鍵やった、鍵のようなものに変形した。鎧の鍵か、え、鍵のイミテーション、鍵の形をしているが鍵として使うには強度が足りないようだ。え、そうなん、やってみひんとわからんくない、これ大事なもんなん。あ、でも、え、でもそれやってくれるかな、あの鎧で一発 KO のさ、あの部屋でゴゴゴゴってなった瞬間にパチってこれにはめ替えたらいいんかな。え、ジル、そ、なんか素早くやってくれる。ジル結構なんか仕掛けが起動したらあわわわってして
なんか立ち往生しちゃうやんか。あ、このさハーブ取ってけへんの？お、緑色のハーブが生い茂っている。あー、そういうことか。ここ限定で回復できるやつ。え、ちょっと待って、今どんくらい犬にやられた？あ、ファインはファイン。え、でもここにこんな使えへんやつなんやろ。あ、でもファインやしな。まだまだいいか。まだいいか。で、あれ、ここ、お、あー、よかった、捨てる捨てる。これ信用していいよな。よかった、とりあえずもう犬ぶいは俯瞰で良さそう。まあ捨てずにアイテムボックスにこう残しておきたい気もするけど、記念に。怖かった記念。あ、でこの下がセーフルーム。あー、とりあえず今回はここで終わろうかな。この辺もクリアしといたから安全に行き来できる。あー、よしよしよし。そういえば灯油も一回使ったから、ちょっとセーフルームじゃなくてこっちで補充してとかちょっとやっとこう。持ち物整理して、灯油も補充して、無事セーブまでできました。あー、次はじゃあ、あの鎧の鍵取る感じかな。多分あのイミテーションパチってはめるんやろ。ジル頼むで、ジルの瞬発力が命やからな。はい、ということで今回はここまでにしようと思います。ここまで見てくださってどうもありがとうございました。また次のパートもよろしくお願いします。あー、ではでは、また。